どうもレイです。11月の22日火曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨夜は多くの皆様に動画を見ていただき誠にありがとうございました。チャットのコメントをね、なかなか拾いませんでしたが、楽しいひとときを共有させていただけたことに感謝申し上げます。そして動画のコメント欄にもコメントをいただきまして、本当にありがとうございました。コメントをね、読まさせていただきまして、私自身ね、たくさんの元気をいただきました。重ね重ねではありますけれども、本当にありがとうございました。真冬の YouTuber 祭り2020自分を表現しよう、本日12月22日のスケジュールですけれども、18時から弥勒 RL、 19時からマジゴリ古着チャンネル、20時から都市ボーイズ、21時からデジタルサイエンスアカデミー、こちらは10の別チャンネルになりますね。22時からシルフの未来史チャンネル、23時からシネマッツンチャンネルというラインナップになっています。皆さんまたね、チャットで、ね、盛り上がって、そしてまた動画の方もね、見直してください。よろしくお願いいたします。それでは今日最初の話題です。諏訪の日本酒 PR 制作アイデアコンテストという記事です。諏訪市が代表して応募した地方創生制作アイデアコンテスト2020内閣府主催の最終審査会が19日オンライン上で開かれました。諏訪地方の9つの酒造と2020ミス酒ミス日本酒長野代表の横田真理香さんが、コロナ禍の中でも諏訪地方の日本酒の魅力を動画で発信し始めた取り組みを紹介。全国各地から出場した9組のうち、企業協賛賞ビザワールドワイド賞を受賞しました。同コンテストは地域経済分析システムリサースを活用して地域課題を分析し、地域を元気にする政策アイデアを募集。高校生、中学生以下、大学生以上の一般、地方公共団体の3部門あり、合わせて1307組が応募しました。諏訪が応募した地方公共団体部門は17組が参加しました。共に書面審査の地方審査と全国第一次審査を経て最終審査会を迎えました。最終審査では市産業連携推進室の茅野光則係長、坂布屋本金酒造の宮坂千歳さん、横田さんが出場。オンライン画面を通し8分間プレゼンし、2分間の質疑応答を行いました。6人の審査員からは、動画の制作だけではなく発信に注力したことが評価されたり、今後の体制などについて質問がありました。発表を終えて千野さんは、大会を通して全国に PR できてよかった。宮坂さんは、動画などの取り組みは酒蔵を元気にしたいという思いからだったと話していました。そして横田さんは、諏訪の日本酒を国内外に発信したいという思いが形を変えて叶ったと喜びました。諏訪チームは地方審査で関東経済産業局長賞を受賞しました。プレゼンの様子はニコニコ動画で生配信されたということです。このコロナ禍の中で、特にね、配信というものはね、非常に大切な PR だと思います。その取り組みを懸命に頑張られたこの諏訪市のチームは、様々な苦労をしてね、今回の賞を受賞されたと思います。そしてこれからも諏訪のお酒の良さ、そして諏訪の良いところをね、PR していっていただきたいと思います。それでは12月の22日、今日は何の日をお送りいたします。改正民法公布記念日。1947年のこの日、民法の第4編と第5編を全面改正する改正法が公布されました。家父長制の家族制度が廃止され、戸籍が夫婦単位となりました。この家父長制とは、年長の男性によって支配される家族制度で、家族に対する権限が男性にあたる家父長に集中していました。日本国憲法の基本原理に基づいて行われたこの改正は、家・子主の廃止、家督相続の廃止と近分相続の確立、婚姻・親族・相続などにおける女性の地位向上などが主要な内容でありました。法律というものはね、その時代時代によってね、少しずつではありますけれども、変化が加えられています。それでは次です。労働組合法制定記念日。1945年のこの日、労働組合法が公布されました。
労働組合法は労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権などの保障について定めた法律で、労働基準法、労働関係調整法とともに労働三法と呼ばれています。資本家に対抗するため、労働力の集団的取引を確保するため、労働組合の結成を妨害することは労働組合法の不当労働行為等の条文によって保護され、合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっています。この労働組合のね、動向というものを私はね、常に見ております。まあそれのね、大元がね、連合と言われるところなんですけれども、連合の会長と経団連の会長が春闘の時期とかに折衝するんですけれども、そこで出てくる話の内容っていうのがね、各企業で団体交渉に入る時の大変重要なね、資料になります。まあ正直言いますとね、近年ではこの労働組合というのは大変弱い立場になりつつあります。昔はね、労働組合というとかなりね、過激な行動というものが見られました。それが元で、未だにね、大変にイメージが悪いです。私もね、同様に感じている部分があります。しかしこの話し合いという場では、労働者も雇用主も対等であるっていう、そのことが重要視されるっていうことをね、労働組合の関係者及び雇用主はね、そこら辺を重々ね、頭に入れておいてほしいなっていうふうに思います。それでは次です。ラブラブサンドの日、これはね、毎月22日が記念日になっています。北海道札幌市豊平区に本社を置き、パン、菓子、米飯の製造販売などを手掛ける日清製パン株式会社が制定。ラブラブサンドはしっとりとした2枚の耳なし食パンで、様々な具材をサンドし、1袋に2個入った人気商品です。その美味しさをより多くの人に知ってもらうことが目的ということで、日付は22日を夫婦と読む語呂合わせから、夫婦でラブラブサンドをプレゼントして日頃の感謝の気持ちを表すとともに、ラブラブなカップルにはラブラブサンドを仲良く分け合い、将来夫婦になってほしいとの願いを込めて毎月22日としたということです。そしてこのラブラブサンドについてね、少しね、記述がありまして、ラブラブサンドはコンパクトなパッケージで、いつでもどこでも携帯しやすく、ちょっとした空腹感を癒してくれます。しっとりと柔らかな食パン生地が季節に応じて入れ替わるバラエティ豊かなフェーリングを優しく包んでいます。ラブラブサンドのトリプルイチゴは、いちごクリームととちおとめのいちごジャムをいちご風味のふんわりパンにサンドしています。その他、ラブラブサンドにはミルクコーヒー、ジューシー卵、ジューシーツナ、焼きそば&マヨ、チョコレート、ピーナッツなど数多くの種類があり、選ぶ楽しみもある商品であります。多分北海道の方はこのラブラブサンドっていうのね、よくご存知かもしれませんけれども、私はね、これ初めて知りました。どちらかというと全国的にはね、山崎のランチパックっていう方がね、有名でしょうね。しかしね、商品をね、ちょっと見比べてみると、このラブラブサンドの方がパンのボリュームとかね、中の具材のボリュームがあるように見えます。その中でもこのトリプルイチゴっていうのね、これなかなか面白いなって思いました。機会があったらね、食べてみたいなっていうふうに思います。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。